徴の異なる3種の赤ぶどう果汁を使用した濃いめに仕立てたカルピス、アサヒ飲料より2024年9月17日に日本全国で発売したカルピスブレンドリッチシリーズの第3弾、カルピスブレンドリッチクレープ贅沢3種の赤ぶどう。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いします。開けていきたいと思います。では、いただきます。濃いめに仕立てたカルピスに特徴が異なる3種の赤ぶどう果汁をブレンドした乳製飲料です。コクがあり、優しい酸味と豊かな香りが特徴の巨峰と、芳醇な香りと濃い甘みが特徴のコンコードクレープ。渋さと酸味のバランスが良く、力強い味わいが特徴のカベルネソーウィニヨンをブレンドし、最後まで楽しめる濃くて深みのある味わいに仕上げました。赤ぶどう果汁のうち巨峰を 70%、コンコードクレープを 21%、ガベルネソーウィニヨンを 9% 使用。パッケージは3種のカラーリングを背景に、贅沢3種の赤ぶどうイラストとセットで中央にキスことで商品特徴を分かりやすく訴求しています。内容量は 430ml、 希望小売価格税別170円、税込み183円、清涼飲料水果汁 10% 未満、販売地域は日本全国。アレルゲンは乳成分大豆、 100ml あたりエネルギーは 48kcal です。評価は5です。赤ぶどう付きにはたまらないカルピスとなっておりました。カルピスもリッチだし、3種の異なる赤ぶどう果汁を使用して濃いめに作られたということで、この3種のぶどうを使ったというのも贅沢ですし、もう何から何まで贅沢なブレンドのカルピスとなっておりました。カルピスと巨峰の味わいが出てて、巨峰の赤ぶどうが好きなカルピス好きな人にはおすすめの一品となっておりました。赤ぶどうの味わいしっかりと感じつつ、カルピスの味わいも感じられる、そんな味わいとなってました。甘みは強いですけども、まあ、中にちょこっと渋みも入ってるかなみたいな、まあ、甘みがかっております。赤ぶどうの甘み、カルピスの甘みを楽しみたいっていう方におすすめの贅沢なカルピスとなっておりました。カルピスブレンドリッチグレープ贅沢3種の赤ぶどう、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。ではじゃあね。